自然農のリアルシリーズ、だんだんどうもカービィです。ということで今回は自然農法は収穫量が少なくなると言われていますし、私もそれを実感していますが、実際どれぐらい少なくなるのかを数えてみました。でそれを今回キュウリでやってみたわけですね。はい、こちらのキュウリでございます。これは白馬キュウリという品種、これじゃないんですよ。もう枯れちゃったんですけど、奥武蔵自培キュウリという、私が美味しいなと思ってずっと自家採取を続ける品種で測りました。まあどれぐらい少なく、なんていうか、この動画撮ってみようと思ったきっかけが、まあ1年ぐらい前か、1年かそこら前ぐらいに農家の種のつるちゃんが言ってたのが、まあ、自然農とかだと、まあ、収穫量めっちゃ少なくなって、観光のまあ10分の1から100分の1ぐらいじゃないかなっていう話をされていて、いやそこまで少なくないんじゃないかなって正直その時思ったんですよ。ただ数えたことなかったんで、今回ようやくそれをやってみたわけです。はい、でトマトとかでもやりたかったんですけど、今年トマトが壊滅的だったので残念ながらトマトはできず、でナスも全然うまくできてないかったんで、調子が、梅雨時から調子が良かったキュウリだけで計測してみました。はい、まあ、そのつるちゃんが大体10分の1が100分の1ぐらいになるんじゃないかっていう話を聞いたときに、いや私の感覚だとまあ5分の1ぐらいじゃないかなという感じはしていたんですよ。はい、さあ皆さんもどれぐらいになったと思うかちょっと想像しながら見てみてください。でどういう条件でやったかについてなんですけれど、まずですね、その品種については今言った奥武蔵自培キュウリというものを、自家採取していた種で、種まきから育苗してそれを植えたものです。で4月上旬種まき、5月上旬定食で、収穫はだいたい6月の上旬、6月5日から始まり7月の18日なので7月の中旬、約1ヶ月半の収穫となりました。で株数が、6メートルの畝のところに40センチ間隔で16株植えてありました。それで16株で測ってみたわけですね。で栽培の条件としては、その育苗の時からは無農薬無施肥栽培で、マルチもなし、そして追肥ももちろんなし、補いもしていません。で水やりもしていません。まあ本当の自然農ということで、もう苗を植える、なんなら直巻きで行きたかったんですけど、さすがにきついんで、苗を作ってそれを植えた後は基本放置です。支柱は立ててありましたけどね。でそれで、脇芽かきもなしです。ということで、まあ、無農薬無施肥で苗を作って植えたらもう基本放置です。周りの草取りはしました。うん、草管理ぐらいかな、それぐらいです。でだからかなり、自然農法、自然農に近い放任栽培でやってみた結果がどうなったかというところです。という条件でやってみて結果を言いますと、この16株で約1ヶ月半の収穫、まあ、6月上旬から収穫が始まり、だいたいですね20センチぐらいですね、20センチ前後、多少の大きい少ないはあるんですけれど、まあ、市販で売られているキュウリぐらいのサイズのものを適宜収穫していて数えていきました。でこの際あんまりにも小っちゃいものとかダメだったものはカウントせずに、まあ、食べられるなっていう許容範囲、曲がってるぐらい、多少曲がってるのは全然許容範囲としました。はい、あくまで自給用として十分食べられるレベルでカウントしていきました。でその1ヶ月半の間収穫できた本数が、130本です。はい、16株で130本、なので割ると1株あたりが8.1本、まあ8本です、8本、1株で8本。さあこの数が多いのか少ないのか、まあ正直多くはないと直感で分かったと思うんですけれど、その通り少ないです。でどれぐらい少ないのかに関してなんですが、ネットで調べてみるとキュウリって1株あたりどれぐらい取れるか大体出てくるんですよ。これね、プロ農家さんが育った場合大体1株で100本から150本ぐらい、うん、めっちゃ取れるやん。100本から150ですよ。だからプロ農家さん、だから観光農法とかね、ハウス栽培でやるキュウリからしたら、まあ自然の、うん、水やりもしない、芽かきもしないっていう条件で放任栽培すると、およそ20分の1ぐらい。うん、まあちょっとひいき目に見ても10分の1から20分の1の収穫量です。つるちゃんすごいね、当たってます。はい。素晴らしい。ほいで、これね、もうちょっとじゃあ、プロ農家じゃないにしても、家庭菜園、一般の方がやる、そこまでの設備がない、家庭菜園だったらどうか、家庭菜園の方と比べたらどうなるかっていう話で、おそらくこれは、まあ、ハウスとかではなくて、露地栽培で、肥料や、まあ、農薬なんかもある程度使う、一般的な家庭菜園
で、どれぐらい取れるかっていうのが、大体ですね、30から40本らしいです。一株で。ここでもボロ負け。はい。どのぐらいかっていうと、まあ、40本と8本だったら5分の1ですね。はい。だから、この感覚で言うと私の予想合っていたんですよ。まあ、一般の方、本気のハウスとかではなくて、まあ、家庭菜園、家の庭とかでやる、露地栽培とかでやる、一般の方の家庭菜園レベルでやるものの、およそ5分の1。はい。少ない。少ないです。あ、これね、これね、水やりと、脇芽かきをして、生きながらえさせたらもうちょっと取れたかもしれないんですよ。ね、そういうことも今回一切やらずに、まあ、7月のね、5日くらいまでは雨が結構降ってくれたんで、それで育っていたんですけど、やっぱり、梅雨が明けて、雨が降らなくなっていくと、途端に弱り始めて、いい実ができなくなっていき、まあ、ほぼ枯れました。まだ完全には枯れていなくて、新しい実が出てきたりもしているんですけど、まあ、その7月の中旬以降、まともに実が取れてないんで、一旦そこで終了ということにしました。これがリアルです。だから、まあ、手入れをしっかりやったら、無農薬、無施肥で、ビニールマルチなしでも、水やり、脇芽かき、草取り、このあたりの手入れをしてあげれば、おそらくもう少し伸ばせます。多分、家庭菜園レベルに迫るまではいけるんじゃないのかなとは思うんですけれど、どうだろうな。島の自然農さんとかに聞いてみたい。一株あたりどれぐらい取ってらっしゃるんですかと聞いてみたい。あの方はね、ちゃんと手入れして販売されてるんで、自然のとはいえ、私のようなほったらかしじゃなくて、ちゃんと手入れされてると思うんですけれど。はい。まあ、ただそんな感じになりました。ちなみに、さっき映したこの白馬きゅうりはもっと少ないです。これね、品種特性なのか、着火数めっちゃ少ないんですよ。うん。あと、相模半城きゅうりっていうやつも着火数少ないです。奥武蔵自培きゅうりは私が過去栽培した中でも、比較的多収な方です。これはですね、不思議なり型っていうこともあるし、脇芽がどんどん伸びるんですよ。なので、脇芽が増えれば増えるほど、そんだけ、たくさん取れるっていうこともあるんですが、相模半城きゅうりとこの白馬きゅうりって脇芽あんまり出ないんですよ。長く栽培してるとだんだん出てくるんですけど、最初の頃って上にずーっと伸びていて、一本で、飛び、不思議でできるので、収穫量少ないです。で、だから比較的、私が栽培した中では、収穫量が多い品種であっても、プロ農家さんの、まあ、20分の1、家庭菜園の5分の1程度の収穫しかできなかったという残念な結果になりました。はい、で、まあまあ、これが何の役に立つかという話になってくるんですけど、自然農でやっぱやってみたいという方で、あくまで自給用として考えてください。まあ、プロ農家、販売するっていうのはとてもじゃないけど無理な本数なんで、まあ、自給用で自然農でやりたいという方の目安になるとは思ったんですよ。で、うちなんかは3人家族なんですけれど、だいたい1日1本キュウリあれば十分食べていけます。毎日取れる。毎日実ってくるからね。って考えると、だいたい1日1本キュウリ食べたい、1日1本から2本キュウリ食べたいっていうんであれば、自然農で栽培するにしても10株ぐらい植えてあれば、だいたい食べられるという計算になります。で、これが、肥料とか使う家庭菜園レベルでやるんだったら、2株から3株。まあ、3株あれば十分だと思うんですけど、まあ、枯れるリスクも考えて、まあ、3株ぐらい植えておけば、だいたい6月から7月にかけて、毎日、キュウリがたっぷり食べられるという本数になります。はい。だからね、来年の栽培の参考にしてみてください。私はね、来年は、もう、しっかりと水やりと脇芽かきをしてみます。それで、もう一度、何本取れるかをちょっと測ってみようと思いますね。じゃあこの後はですね、まあ、収穫終わってしまったキュウリもちょっと様子を移しつつ、リレー栽培的に、時期をずらして種まいたキュウリが今どれぐらいの生育になっているかとか、他の品種、白馬キュウリとか、まあ、ウリ科つながりでゴーヤーの様子なんかもちょっと移して終わろうと思います。はい。これがリアルですよ。だから今年に関してはね、もうトマトとかナスなんかね、比較にならんぐらいですよ。まともに取れてないから、ゼロだからね、比較しようがない。ようやくこの辺、これブラックチェリートマトなんですけど、ようやくでき始めてましたけどね。ということで、畑の様子移していきまーす。で、ちなみにこの白馬きゅうりは着火数は少ないんですけど、味めちゃうまいです。すごく美味しい。これ今年ね、ちょっと種取って販売しようと思うんですが、種もね、あんまりうまくできてないんですよ。難しいね。
はい、こちらが今回本数数えていた奥武蔵自培キュウリの畝なんですけど、まあ、こんな感じでね、今種取り用に何本か残してます。ちなみにこれは本数にカウントしてません。こんな感じ、なんか完全には枯れたいんですよ、上の方まだ生きてるから、うん、でどうだろうね、なんか新しい芽出てきてるけどね、さすがにちょっとのもう植え替えた方がいいですね。でこれが5月の上旬定食のキュウリで、それで4月の下旬だったかな、まあいいや、4月の下旬から5月の上旬、ん ?4 月の下旬だったかな、ちょっと忘れました。それで、これが7月10日に、直巻きで植えといた奥武蔵自培キュウリ、同じキュウリです。それが今こんな感じ。植えて、種まいてから1ヶ月ですね。まあ、苗にで作ってもこんなもんだから、まあまあ、順調か。最初ね、やっぱちょっと、徒長しやすいんですよ。上に、トマトとか生えてるし、草むらだからね。でも水やりをしっかりやったらぐいぐい伸び始めてくれましたね。直巻きで何粒か巻いてるんで、ちょっと、間引きは必要です。良さそうですね。このまま順調に育ってくれれば、秋キュウリとして収穫できるかなと思います。で、水やりはしてるけど、当然というか、無農薬、無施肥でございます。まあ、これに関しては、育苗もしてないから、完全に無施肥ですね。育苗時はね、微妙に米ぬかを使うんで、はい。こんな感じです。夏巻き ?6 月の梅雨明け前ぐらいに種巻いておく。その6月の下旬ぐらいか。苗作って4月下旬、5月上旬に定植したキュウリの収穫が始まったくらいのタイミングで種をまいておくと、おそらくあっちが終わる頃に次のやつが収穫始まるんで、そんな感じで収穫が始まったらリレーの種をまくぐらいでいいんじゃないかな。なんかその方が覚えやすいよね。いえ、これその種まきしたキュウリの反対側、こっちにキュウリ入れてあるんで、この反対側にもこれは苗にしたやつかな確か。6月ぐらいに植えたのかなちょっと忘れました。札が立ってないんで。あ、当たった。これね、5月の11日種まきで、結構ね、苗ができる遅いんですよ。まあ、定食が6月の中旬ぐらいだったと思います。種まきから1ヶ月後ぐらいで植えて、定食してから、だから1ヶ月半ぐらいか。です。こんな感じで収穫時になっております。いいのがどんどんできてるよ。薩摩大流れ石、もっと長くなるはずなんだけどね、ちょっと小ぶりになってますね。こんな感じで綺麗に育ってますね。やっぱ暑さに強い、乾燥にも強いからね。ゴーヤ、うちの奥さんゴーヤ大好きなんでね、結構ニマニマしながら食べてますけど、はい、いいのできてますよ、ゴーヤ。あれなのでね、タイミングとしてはそのキュウリの種まきが4月でしょ、で畑の定食が4月下旬から5月上旬なんで、でその苗を作ったキュウリを畑に定食するタイミングぐらいでゴーヤは種をまいてあげる、これぐらいの方がなんかいい感じに育ちます。あんまり早くまくとね、気温が足りなくてあんまりうまく育たないんですよ。でなんだっけ、先に植えたキュウリの収穫が始まる6月の上旬ぐらいに畑に定食で、その同じタイミングで、2回目のキュウリの直巻きをしてあげる。そんな感じでやるとね、いいリレー栽培できるんじゃないかなと思います。で、今、さすがに7月の下旬ぐらいに巻いておかないと、ちょっとね、秋キュウリとしても厳しい気はするんですけど、ただ近年秋も暑いからね、8月でもいけるのかな?ちょっと今回は試してないですけど、もしかしたら8月巻きでもいけるかもしれないです。はい。じゃあ次、白巻きキュウリの方行きましょう。これさっき、そうやって喋ってたとこです。ブラックチェリートマトのところね。いいのできてきてますよ、これ。ほら。ね、カメムシに吸われることもなく、綺麗にできましたね。うまいですよ、やっぱりこのブラックチェリーは。で、ステラミニもね、だんだんでき始めてるんですよ。ちょっと割れちゃったやつはもうこれ、種取りにしようかなと思うんですけど。はい。で、この奥。これね、めっちゃグイグイ育ってるよ。これ、ナタ豆ね。豆か強いね。すげえ光ができてる。で、この、ここはまだブラック、あれ、ステラミニで、ここからです。白馬キュウリ。これはね、4月30日で5月31日定食したものです。なので、まあ、さっきのゴーヤみたいな感じで、苗を、最初のキュウリを定食したタイミングぐらいで種まきをし、で、最初に定食したキュウリが収穫、最初に定食したキュウリの収穫が始まったぐらいのタイミングで畑に定食した。というものです。だから1ヶ月ずらしぐらいで次々植えていくとちょうどいいんじゃないのかなと思うんですよ。これ最初のうち全然できなかったんだけど、ね、今ね結構ポコポコできてきてますね。これちょっとこれまだちっちゃいけど、これはねちょっと小さめ15センチぐらいで収穫するといいです。
で、そのまま放っておくと、このずんぐりむっくり、だいたい25センチぐらいの長さで黄色くなってくるんで、これ種取り用に残してます。これね、なんかすぐ枯れちゃうかなと思ったんですけど、水やりし始めたらどんどんまた上の方が元気に育っていて、続きができ始めてるんですよ、これね。あ、単純に水やりをちゃんとしなきゃいけないだけかもしれんね。はい。そう、ちょうどいい感じに上で茂ってくれてるからね、光ができてます。はい。で、白馬キュウリちゃん。これ美味しいんですよ。うん。そのまま食べてもいいし、漬物にしても美味しそうだね。はい。なのでね、まあ来年、キュウリ栽培する方、よかったら植える本数とかタイミング、参考になれば幸いです。あ、もう一回撒いてみようかな。ちょっとやってみるかな。試しに。3月23日種まき、4月18日定食の奥武蔵地梅きゅうり、植えてからほったらかしというか、まあ摘心とかを何にもせずで、水やりもしません。いつものことですが、肥料も農薬も使っておりません。で、マルチも使っていません。ネットにね、まあ絡んで登ってってもらっただけですっていう、まあほぼ放任、ほぼほったらかしで、どれぐらい取れるかっていうのを今ね、数数えてます。ここ今15株ほど植えてあって、で、6月の10日から取れ始めて、今1ヶ月近く経ったところです。で、今のところ合計で100本ぐらい取れてます。はい、少ない少ない。うん。で、その最初植えたタイミングのところとかね、からね、撮影して様子を撮っておけばよかったんですけど、もうね、結構弱り始めてますね。うどんこ病が広がってるんだよね。でもね、摘心も脇芽かきもしたいんですけど、おそらく主茎止まるのが上まで伸びていってます。で、これがこのまま放っておいてどこまで生き延びて引き続きできるかですね。で、話したら結構咲いてんだけど、あんまり実つきはね、今言った通り15株で100本ぐらい、大体これぐらい、まあ、売ってるキュウリサイズ、まあ、これが売ってるキュウリサイズになったら収穫してます。ちょっとばらつきはあるけれど、重さで測るっていうこともすればよかったですね。それはまた次回来年やるとしたらちょっとやるべきところですね。こんな感じ。まあ、ちょっと時々遅れたり曲がったりでかくなりすぎたりするのはあるけど、だいたいこれぐらいのもので収穫して、本数だけ今カウントしてます。はい、3本で平均するとだいたいね、1日5本ずつぐらいは取れていたんですよ。ただ今ね、終わりかけになってきてるんでね。なのでこれね、肥料はともかく水やりをちゃんと継続的にやっていれば、まあ、とにかくキュウリは水が必要らしいので、もうちょっと取れるかもしれないけどね。ちょっとこんなのもったいないね。もっと早く取ればよかった。はい。なので、まあ、毎日しっかり収穫して火をなるべく弱らせず、で、やってみた感じだとね、やっぱ摘心をした方がいっぱいできる感じがしますね。下の、下から 1,2,3,4,5,6,7,8 8節目ぐらいまでは脇芽、小づる取った方がいいということがあるので、うん、そういう手入れとかもね、次回はやってみようと思いますけれどね。とりあえずこのまま全体が枯れて実が取れなくなるまで計測続けて集計結果を出していこうと思います。とりあえずね、収穫始まってから1ヶ月、結構終わりに近い感じはしてるけど、途中経過です。はい、7月10日です。キュウリのね、経過観察。雨降った後は結構いい感じに復活するんですけど、やっぱこの高温かな、高温のせいかな、なんか先細るんですよね。あんまりいい形のキュウリができなくなってきてる。完全に曲がっちゃってるからね。なので一旦終わりかなーっていう感じもするんですけれど、これね、実はできてるんだけど、だ、上に伸びていってる分は元気伸びていってるんで、まあこれもね、このままちょっと観察し続けます。うん、これぐらい実つく実がいまいちになってくると一旦片付けた方がいいのかもしれないけどね。まあ、これはあくまで実験ということなんで、このまま引き続き栽培続けていこうと思います。で、第二陣としてキュウリをこっちか、このラインにずっと種まきしました。ちょっとギリギリかな、ギリギリかちょっと遅いかぐらいなんですけど、これで秋キュウリいけるかなと思います。種まきから1ヶ月で定食できる苗になって、で、そっからだいたいさらに1ヶ月 なので、種まきからだいたい2ヶ月ぐらいしたら一番果が取れ始めるっていう感じだと思うので、今から2ヶ月後というか 9月か、9月いっぱい、10月頭中旬ぐらいまで、だから1ヶ月半くらいは収穫できると思うんで、7月の頭、種まきでもいけんじゃないかなと思います。はい。ということで今回もここまでご視聴ください。ありがとうございました。ではまた次の動画で、バイバーイ、失礼します。にしてもね、もう本当に雨降ってほしい。ずーっと降ってないよ。7月の10日ぐらいからずーっと降ってないんで、もうそろそろ丸1ヶ月です。うん。最後の人は本当いつだったっけかな。
カラッカラですよ。あ、お昼だ、帰ろう。トマト復活してきてね、大玉も結構取れてます。あの、大玉も食べれるやつちょいちょい取れてますし、ブラックチェリーとかね、チャドイックチェリー、この辺りどんどんできてきてますよ。ミニトマトはね、結構取ってます。そんな感じで、トマトもね、こっから8月下旬、9月、10月と、復活は楽しみですね。